はい、男。何それ。やったことあるよ、多分。これが男の。はい、行きましょう。広瀬アリスクソ焦っててくさ、割とマジで言っててくさ、アリスが止めんかったら最後まで聞けたのに、サンキューアリス、ち。ポだけにテンポ良すぎ、アリスの白心がおすこ。はい、行きましょう。恐ろしいほど自然な進行、俺でなければ見逃しちゃうね。逆に女の形にできるか、あのゲームどうやって持ち。この形にしかならないだろ、女だったらどうなってたんや、これが女のマン。はい、次行きましょうになるんか。鈴が脱いで直接見せてくれる。こいつほんま中身が子供やな。てるあきさんに疑問持ってた頃と大して変わってない。鈴ちゃんがそんなこと知ってるはずないんだ。ふわ、鈴って処女じゃないんか。元でやってるなら可愛すぎんだが、こうやってちポに食いついてると思うと興奮する。鈴って性格悪いというよりがちで、物事の良し悪しの区別ついてなさそう。魔人ブーの純粋悪みたいなもんや。もう鈴のことしか考えられへん身体になってしまった。チクリスケてかわいそうだからモザイクかけた。EX や。鈴ほんまかわええわ。こういう飾らないところがええんよ。清純派ぶってる女優ほんま嫌い。鈴 Y のパンツの中もどっちか当ててくれ。ブラボー。